と見えますかね、あのあそこにサギがいますね、白い鳥が。まああの距離にして今私から50メートルぐらいの距離だと思うんですけど、全然逃げる気配はないですね。まあちょっと音からすっとかわいそうなんで距離取りたいんですけど、だんだんあの動画なんか撮影してそっちに寄ってっちゃうっていうねあの波が右から来てるんで。綺麗ですね、あのあノーズが思いっきり向いてしまいました。ああ飛びましたね、自分にちょっと上陸しましたけど鳥は、まあ、この辺も小魚とかいるんでしょうか。ああ飛んだ、いや変なの来たなって感じなんでしょうかね。まあ、この辺も綺麗ですね、水が。普段ちょっと水があるところなのかわかんないですけど、よいしょ。ああもう沖の方でねウィンドサーフィンはかなり走ってるんで風は上がってますね。うん、まあ、ちょっとこの入り江はそんなに風ないのでないんですけど、左手で携帯、右手でちょっとこう 両方にポイ出るみたいな、 こんな感じでポイ出るんで。ああ待っとった、ちょっとなかなかねレポートしづらい状況ではあります。悲しい。この木なんかも普段はなんかこう水没してなさそうですよね。今日水がかなり多くなってるのかと思います。なんか遠くでモグランゴの音も聞こえてきましたけど、ちょっとね少し軽く漕いでもとどまってるやだけのような状況なんで、ちょっと気合い入れて進みたいと思います。今ですね場所としては、こっちか、どこだ、あ、岸に寄ってっちゃう。今場所としてはね溶岩帯のあたりですんで、レイクスキャンプ場からさっきそうですね、溶岩帯のあたりにいます。あ結構やっぱ溶岩がすごいですね。ちょっとね本当に漕がないとねどん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 流されるんですよ横波で。いやもうちょっと皆さんにお話ししたい。いや本当溶岩すごいっす。水の中にもねちょっとね日が差すとこう沈んでる溶岩が出てきたりして、まあ本当に綺麗です、まあ、こっちのビーチもありですね。あの家族連れで来るにはこっちのビーチの方がいいかもしれないですね。入りやすいかもしれないです。ちょっとね、向かい風になっちゃったんで、頑張って漕ぎます。やっと溶岩帯を抜けて、モグラのとこまで戻ってきました。モグラが今出航してきますね。かなり荒れちゃって、溶岩帯のとことかも素晴らしいんだけど、やっぱりね風のない午前中とかに晴れた日にゆっくりこう探索するのが戻すとこは最高です。ちょっとこんだけ荒れちゃうとね、僕も初心者なんで、なかなか余裕がない、まあ、今日はね子供連れてこなくてよかったです。子供連れてきてたらねちょっとやっぱ怖かったと思うし、こんだけ波があると。あとはですね、ちょっと、GoPro もどきで、
取れてるかどうかなんですけど、まあちょっとここ今ねちょっと風がやっと収まったんで、このチャンスにモグラも出港してったんで漕いじゃおうかと思ってます。それでは、今ですねモグランの桟橋のとこにいまして、今からモグランの航路をちょっと横切りたいと思います。ちょうどねモグランいないんで、ただ戻ってくると邪魔になるんで、ちょっと集中的に漕いて横切っちゃおうかなと思ってます。でその先にウィンドサーファーが結構こう出廷してる場所があるので、そこもちょっと危ないんで、ちょっと集中して漕いで、ちょっと動画は撮れないかもしれないんですけど、ここを横切っちゃおうかと思ってます。今ねモグランの航路を抜けたんで、まあ、この先にはねウィンドサーファーが出廷してるとこが結構あります。もうすぐねもうそこ抜けると一周してきたぞってことでね出廷したビーチになりますけど、ちょっとここのところはねウィンドサーファーに引っ掛けられちゃうとちょっと危ないんで、岸沿いをできるだけ進んでいこうかなって思ってます。邪魔、真ん中突っ切っちゃうと彼らも止まれないと思うので、できるだけこういう時は岸沿いを、走ると邪魔にならないようにしたいと思いますね。もう少し一周も、もう少しなんで、ちょっと最後多分あそこ突っ切ってるとこ時にはウィンドサーファーが出廷してるとこ突っ切ってる時には携帯できてる余裕がないので、こいつがちゃんと取れてるかだけちょっと確認してからあそこをちょっと突っ切ってみようかななんて思ってます。どうかな、どうでしょうか。これで取れてるような気がします。
ですね、やっと戻ってきました。今何時なんだろう。もう結構ないい時間なのかと思うんですけど、あと 100m ぐらいでゴールです。一応4時間半ぐらいかかってゴールしました。ずっとこう行って、あの長崎のところ行ってこうですね。まあ結構ね、風がやっぱ上がっちゃって大変でした。ちょっとね、溶岩帯のところとか取れてるかわかんないんだけど、まあサップチャレンジ元栖湖一周終了釣れた？なんか全然釣れねえ。見て、これメダカみたいだと思わない？ほら、うん、あ、本当だ、釣らない。お父さん。何？お父さん。なんだ？あのね、うん、目のように大きなマスのね、あ、本当。このぐらいでかいやつ。あったかいね、水もね、今日は。何回か見たよ。へえ、釣れない。はい、今日は元栖湖をぐるっと一周しました。この2ってあたりから元栖湖キャンプ寄りかな、からぐるっと回って長崎通って、それで港湾キャンプ場。レイクサイドキャンプ場で、レイクサイドキャンプ場のあたりはね、途中すごい風が出ちゃって、もうほとんど本当にね、動画は撮れなかったです。ほとんどあので、 GoPro もどきの電源も切れてしまったんで、どのくらい撮れてるのかなってとこですね。でちょっとレイクサイドキャンプ場過ぎたあたりで、GoPro もどきのバッテリー交換して、それもちょっと取れてるか分かりませんから、ちょっと帰ってから確認してみたいですね。それからまあ、あの溶岩帯とかのところはね、すごい綺麗だったんだけど、なかなかね、もうほんと漕ぐのに精一杯で、あの漕がないと押し戻されちゃって岸に行っちゃうような感じで、なかなかね、動画撮れてないかもしれないです。で、元栖湖キャンプ場のあたりに戻ってきて、今、まあ、撤収も終わりまして、ここのビーチでやっと、まあいい一日だった。まあ私はね、あのここのビーチにいなかったんでいい一日だったんですけど、まあ、ちょっとね、このビーチで音楽ガンガンかけて騒ぐような人もいたようで、まあね、みんなもちょっと迷惑してたみたいですけど、まあ私はあの4時間半ぐらいかけて元栖湖を回ってきたんで、まあ、そういう被害にも合わなかったんですけどね。ですね、本当は元栖湖いいとこなんで、あの皆さんサップでね、あの行ってみたいとかいう人いたらぜひ一緒に行きましょう。声かけていただければ、あの時間が許せばご一緒させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。